一番大切なバカらしさみたいなものを曲にしてみましたミセス・大森元リ・ミセス・グリーン・アップル以下ミセスの書き下ろしの新曲「ビター・バカンス」が12月20日に全国公開される映画「セントーニー・サン・ザ・ムービー・ホーリーメン VS 悪魔軍団」の主題歌に決定したことが発表されその楽曲の一部を使用した最新本予告映像が公開された映画 「セントお兄さん」「ーー本予告映像」「セーンとお兄さんは」は神の子イエスと仏の悟りを開いたブッダが東京立川の風呂なし6畳一間アパートで2人暮らしをしながら下界でバカンスを満喫している日常を描いた大胆で斬新な描写で原作累計発行部数1700万部を超える異色のギャグ漫画「著中村光」「講談社モーニング2」連載中期間21巻 そんなギャグ漫画日本代表とも呼べる「セイントお兄さん」初の実写映画が「セイントお兄さんザムービーホーリーメン VS 悪魔軍団」監督は「銀玉」シリーズ「今日から俺は」劇場版「新解釈」「三国史」などを監督してきたコメディー映画の記才福田雄一監督ゆるい日常を描くショートストーリーとは異なる 劇場映画化のために原作者の中村光が書いた原作エピソードだ主人公のイエスを演じるのは幅広いジャンル役柄を巧みに演じきる松山健一長髪ひげいばらの冠がトレードマークで下界でのバカンスを奔放に楽しむ神の子イエスをコミカルに演じるそしてもう一人の主人公であるブッダを演じるのは数多くの話題作に出演し続ける染谷翔太 定評のある演技力で、羅髪、略語、長い耳たぶがトレードマークの主婦並みにお金を気にする目覚めた人、ブッダを魅力たっぷりに演じる。さらに各県と梵天、岩田武則、ミカエル、白石麻衣、弁財天、勝次亮、大釈天、佐藤二郎、戦いの仙人、久保田正隆、マーラ、山本瑞稀、桜井ひな子、中田聖奈。 マーラ娘たち、新生ジ女子ーズとして川口春奈、レッド、桐生さくら、グリーン、田中美久、イエロー、森ひなみ、ブルー、安西セ聖羅、ネイビー、中野大河、十一面観音、神木隆之介、ヨハネ、山田孝之、室ロ藤原竜也、ルシファー、といった豪華キャスト陣が集結している。